青柳文造天保10年3月14日は、仙台藩領祝い郡東山町出身の江戸時代後期の商人。医師、小野寺さんたちの三男として生まれる。名は茂明、郷は東里、金水郎主人。青柳文庫の名前の由来となった人物である。彼は、姓は源氏佐武氏あるいは武田氏の後裔と称し、兄二人、姉三人の抜子であった。 父は、私塾もやっていたので幼い頃から和漢の書物に触れる機会を持っていた。18歳で、江戸に出て苦労しながら学問を続け、井上金河に儒学を学んだ。その後、久慈師として財をなすに至った。1831年、仙台藩に書籍に1885部、9937冊、また百両を送り、藩はこれを、 公開図書館として一般に供することとなり、これが日本の最初の公開図書館となる。仙台市青葉区一番町にその石踏みがある。また彼は、郷里、松川にもみ四千石を収納できる蔵を建設。これは、青柳層と呼ばれ、その後まもなくの天保の大基金に際しては、人々を飢餓から救ったという。その場所に、青柳層機という石踏みが建てられている。 彼の墓所は東京都豊島区高田の近所院にある。ありがとうございます。